か、お怪我はありませんか？ああ、よかった。いけませんよ、そんなに前線に出ては。陛下はまだ小さいのですから。ここは陛下のそば使えたる最強の騎士。そう、この私めにお任せを。ご安心ください。ええ、もちろん陛下には指一本触れさせませんとも。さあ、陛下はお下がりください。大丈夫。いくら敵が大国といえども、私が振るうのは陛下のための正義の刃。そして、深き愛の刃。あんな奴らに後れを取る私じゃありませんとも。私の戦いっぷり、どうぞ後方にて、ごゆるりとご覧ください。陛下のためなら、不肖この私、鬼にも悪魔にもなってみせましょう。え、無理するな。私のことが心配？やだな、もう。陛下はすぐにそうやって私の心をかき乱す。戦闘中ですよ。時と場合を考えて、そういった愛のささやきは、もっと夜も更けた陛下の部屋の下根にて。え、敵が来た？ああ、陛下、お下がりください。お早く。失礼いたします、陛下。はい、奴らは今夜のところは引き上げました。また明日攻め込んでくるかと思われます。ええ、もちろん私は大丈夫ですとも。私は王国最強の騎士にして陛下の右腕。もう少し信頼してくださってもいいのでは？ええ、分かってますよ。心配してくださってるんですよね。嬉しいですよ。ささ、陛下、今日も疲れたでしょう。さあ、いつものように私のお膝に。なあに、遠慮はいりませんとも。私は陛下に膝枕をすることで疲れを癒しているのですから。陛下は私で疲れを癒す、私は陛下で疲れを癒す、まさに一挙両得といったところでは。気持ち悪い？おや、これは辛辣な言葉。そんなこと言うなら、今日は甘やかしてあげませんよ。ね、こっち向いて、陛下。相変わらず、陛下のトロンとした顔かわいい。こんな小さい時から、ずっと陛下のおそばにお仕えしてきましたけれど、ずっと変わらぬ可愛さで、私はもう幸せです。最近なんか大人びてきちゃって、可愛さの中に時折垣間見えるかっこよさが、もうたまらなくて。あ、いえ、おっさんみたいなものです。ご心配なく。ねえ、陛下。頭、撫でてもいいですか？撫で撫で。撫で撫で。陛下の髪、サラサラ。もしかして、また私のシャンプー、勝手に使いました？ダメですよ。あれは子供にはまだ早いです。それに、あれは私が、陛下の前でいつでも美しくいられるように高いお金を出して買ってるものなんですから、陛下がサラサラになってどうするんですか。もう、いいですよ、寝てしまっても。明日も早いです。英気を養わなくては。どうしました？何か話したいことでも？相談？ええ、もちろん、何なりと。私は陛下の味方でございます。安心して何でもお打ち明けください。これは手紙？戦争中の相手国からの密書ではないですか。私が拝見してよろしいのですか？
心得ました。では何このままではあなたの国の滅亡は必然。しかしながら私と婚姻を結べば御身および国の安全も保障する。良き返事を期待されたし、聡明な国王殿。なるほど。これはかの国の王女と結婚すれば我らの国を助けると、そういうことですね。それで陛下は結婚するかどうか悩んでおられると。そうですか。でしたらこういたしましょう。陛下、婚姻を受ける必要などつゆほどもありませんよ。僕が結婚すれば民が救われる？いいですか？民も大事ですが、それは御身が無事であればこそ。この国は陛下の国。まずあなたが幸せでなければなりません。好きでもない女と結婚してどうして幸せになれましょうか。陛下、今日はもうお休みください。いずれにしてもまた明日考えるべきです。ほら、耳元に息を吹きかけてあげますから。ほら、これをすると陛下はすぐトロンとして、寝てしまうんです。おやすみなさい、陛下。寝てしまいましたか。相変わらず可愛い寝顔。申し訳ありません、陛下。今夜は添い寝をしてあげられそうにありません。私はこれからヤシをかけてあのメギツネの首を取ってまいります。命だけは助けてやろうと思っていましたが、こうなればもはや是非もありません。陛下、重ねてお詫びを。今回の戦争は私が勝手にかの王女との結婚を断ったために起きたものなのです。仕方なかったんです。だって陛下は私だけのものだから、私だけが守らなきゃいけないんだから。陛下は私だけを見てなきゃいけないんだから。では行ってまいります。次に目が覚めた時にはまた陛下の心は私だけのもの。気づいていますよ。少しあのメギツネのこといいなって思っているんでしょう。そうはさせませんよ。言ったはずです。陛下のためなら私は鬼にも悪魔にもなると。では束の間の淡い夢をどうぞお楽しみください。我が愛しの国王様。